東口石橋駅は、栃木県下野市石橋にある、東日本旅客鉄道東北本線の駅である。宇都宮線の愛称区間に含まれており、上野駅発着系統と、新宿駅経由で、横須賀線に直通する湘南新宿ライン、上野駅、東京駅経由で、東海道線に直通する上野東京ラインが停車する。相対式ホーム2面2線を有する地上駅で、橋上駅舎を有している。小金井駅管理の業務委託駅。Suica対応自動改札機、指定席券売機が設置されている。遠隔操作システムにより、始発6時50分頃まで無人になるため、駅員不在時対応として、改札窓口、多機能券売機、自動精算機脇に、インターホンが、改札脇に乗車駅証明書発行機が設置されている。改札外に、ニューデイスキースクがある。緑の窓口が設置されていたが、2015年4月末をもって、閉鎖された。西口には小規模ながら、ペデストリアンデッキが設置され、隣接する駐輪場の2階部に、直接入ることができる。湘南新宿ラインの列車は前述のように横須賀線へ直通する。JR 東日本によると2020年度の1日平均乗車人員は3388人である。栃木県内の JR 線の駅では宇都宮駅、小山駅、栃木駅、野木駅に次ぐ第5位である。近年の推移は以下の通りである。石橋駅東戸地区が整理事業の一環で開設された。駅前ロータリーより東側は隣町の上三川町となっており、日産自動車栃木工場の従業員を送迎するバス停がある。石橋駅停留所にて、関東自動車石橋営業所、関東自動車柳瀬営業所が運行する路線バスが発着する。かつては国道4号経由で、自治医大病院に向かう路線も存在したが、2004年に廃止されている。昭和期に運行されていた宇都宮駅小山駅、小山車庫間直通路線は、石橋駅構内には乗り入れず、駅とは石橋待合所停留所にて接続していた。2019年10月1日から、当駅を起点に、下野市、上三川町、壬生町広域連携バス、夕顔バスの実証運行が開始された。運行住宅は関東自動車。2019年時点では路線バスの運行はない。2008年から2013年までは上三川町巡回バスが乗り入れていた。上三川町のデマンド交通、上丹号において JR 石橋駅東口が乗降可能施設のうちの一つに指定されており、専用のポールが建てられている。出店ありがとうございます。